我が名はウルトラマン。はい、どうもティーチャーです。今回はね、こちらウルトラマンコラボで当てた M27 あるんですけど、M27 アーメシじゃなくてこちらですね。こちらの M27 ギャラクシーフラッシュゼロがあるんでね、こちら使っていきたいと思います。で、これどうしようかな。これめっちゃかっこいいんかな。ちょっと悩みどころなんですよね。金地家使う場面なくてあんま使ってないんですよ、まあ、なんでちょっと最終にしようかなって思うんですよね。ちょっとエフェクトもかっこいいし、最終にしたいと思います。まあ、ちょっとなんですけど、お宝でこれですね。これ受け取ってなかったんで、これを受け取ります。これで金地家2個ゲットですね。はい、ということで重機ということで、こちら最終にしたいと思います。まあ全然余裕ですね。はい、使っていきましょう。はい、久々に最終にしたかもしれない、うん、はい、こちら最終にしました。こちらをね、使っていきたいと思います。 M27 の7段階僕初めてかもしれないですね。なんだかんだ M27 たくさん持ってるんですけど、7段階進化してるやつはこれが初めてですね。ということでこちら使っていきましょう。はい、ということでね、やっていきたいと思います。いやー、僕ガチャ運なかったですね、ほんとルーレット形式はあんまり運がないかもしれないです。8000円分ぐらい引いて、まあゲットできたのが M27 だけでしたね。非常に運が悪いということで。まあでも M27 あんまりこういうエフェクト付きの武器持ってなかったんで、めちゃくちゃかっこいいと思うんで、まあ愛用していこうかなと思います。ちょっと久々に最終にしたんでね、こちらたっぷり使っていきたいと思います。はい、ということで初手はまあサッカーぐらいにしましょうかね。じゃあせっかくならね、ウルトラマンの衣装があればよかったんですけど、まあありませんから、いつもの固定服でいきたいと思います。はい、それではやっていきましょう。 M27 探していきましょう。いや、意外と7段階進化27やってなかったんだな。じゃあ降りましょう。それでは皆さんご一緒にレッツ。27はあんまり好きじゃないということで、そう、27ね、あんまり使わないんすよねなんかあんまり好きじゃないんだよね。うわ、めっちゃいる。ちょっとやめます。めちゃくちゃいた。そんなに来ると思ってなかったわ。ちょっと一回都心の方に逃げようと思います。さすがに27がないと話にならないんでね。そんないんのね。はい、ちょっと向こうがセダンだったんで、あれ取りたいな。セダンゲット。いるかもしんないな、ロンパラしてるやつ。いや、エフェクトがどれぐらいでかいかがちょっと気になるね。なんだかんだで激アボイスついてなくても7段階進化の武器って結構愛用するよね。7段階って普通にかっこいいよね。まあなんで今回こちらね、愛用する武器になればと思っております。まあなんせチケットがめちゃくちゃ余ってたからね。まあ今あんだけ金チケ使っても今16枚ありますからね。いや、ちょっとね、僕嫌な予感してるんすよ。27ないんじゃないかって、ちょっと今嫌な予感してます。お、待って、いるか。さすがにここじゃないかも。このスカーも7段階してるはず。これ7段階ですよね。これもエフェクトかっこいいしね。あ、やっぱ本物だな。いるわ。やばい、いる。あぶねえ。詰めてきてるね。ちょっと一回離脱しましょう。いやー、ないもんだね。本当に。あ、なんだお前は。持ってないよね。ちょっとこの物資にかけるか。頼む、27入っててくれ。マジでお願い、頼む。空号めちゃくちゃ使えるけど、いる？めっちゃいそう。あ、なんかいる。もういいや、やりようか。なんか物資回った方が早いか、ワンちゃん。いるし。いやー、出てこなくていいよ君。めっちゃ怖いこれ。オッケー、マジでお願い。27持っててよ。君の好きな武器は何ですか？うーん、ゴミはいる。え、人どこ？肝心な人はどこ？あ、なんかいるし、あそこ。待って、やばい、弓いる。やばい、弓はやばい。
弓2機はやばい。行って弓2機行って、ちょっとあの物資ワンチャン残り物で 27R 説。まあ頑張って探したことだけは評価してほしいですね。そこは評価していただきたい。俺むしろこんなに27見つけれない日初めてかもしんない。いつも27なんて腐ることあるよね。この物資ワンチャンか、マジでお願い。おい、やばい、なんかいるし。警戒を怠らないようにしてください。 AI アシスタントを起動しました。周囲で多数の銃声、万全に行動してください。やばい、あいつ弓か、あいつやべ、後ろも来た。俺はこの場においてもまだ27は諦めてないからな、マジで。来るか、なんでやねん。はい、もうないときはね、ないときはもうこれはもうメンストですよ。使っていこう。いや、いいね、かっこいいわ。でかいな、エフェクト。なんか楽いな、やっぱり。なんか楽いな。はい、まあこんな感じですね。やっとエフェクトを拝めました。はい、ということでね、悪くないですね、エフェクト。愛用していこうと思います。はい、ということで、よかったらチャンネル登録、高評価ぜひぜひお願いいたします。ありがとうございました。頼むから試合中に会ってくれ。